まあ、ユーティリティ性ですかね。やっぱりいろんなポジションで今まで試合に出てきたので、まあ、どこのポジションに出てもやれるっていう自信は持ってます。キャンプから、まあ、3バックの右やったり左やったり、まあ、ウィングバックやったり、もう自分は与えられたポジションで最善のプレーをするっていうことを考えているので、まあ、もしそれが試合できても全然大丈夫だぞっていうような気持ちではあります。もともとやっぱり攻撃的なプレイヤーなので、やっぱり後ろやっててもこれ上がるタイミングは見計らってますし、チャンスがあればっていう気持ちでずっといるんで、どこかのポジションっていうのを決めて、もうあの1年間そこで戦うっていうのが大事なんじゃないのかっていうことで、去年は松本に行って怪我人も多くて、で連戦でとかいろんなことがあって、じゃあ今その状況で自分はこのポジションしかやらないっていうのは、まあ、またおかしな話だなって僕は思ったん でフォワードってもし俺が言っちゃうと、じゃあサイドハーフとか、じゃあもうはたまたセンターバックとかもうやらなくなるわけじゃないですか。やらなくなる自分が嫌なんですよ。サイドバックとかボランチとかセンターバックでもしかしたら自分が輝けることを考えちゃうとなぁと思って、本職の人がいてそれよりも僕が上回れたら理想かなと思います、僕自身の中では。個人的な思いでやっぱりあの川崎とガンバにあの在籍させてもらったことがありまして、で去年天皇杯もその2チームが決勝で戦ってたのを見て、やっぱり悔しい気持ちっていうのが自然と湧いてきて、でもやっぱりジュビロっていうやっぱり素晴らしいクラブにも入れること決まってたんで、とにかく自分のレベルアップして、やっぱり少しでもチームのために必要なピースになって、まあ、毎試合毎試合来る試合でやっぱり本当にいいゲームをして勝ち続けて、本当に強いジュビロで本当 J1 昇格したいなっていう気持ちは本当に強く思ってます。